大切なものと大切じゃないもの、壊れてはいけないものと壊れていいもの、それを決めることができるのは一体誰？まずいですね。聖堂の雰囲気が一変しています。まずい。トゥー様、気を確かにお持ちください。聖堂の中にドクロなんて狂っています。怖い。ええ、罰当たりなことです。誰が言いましょう。怖い。そうですね、先を急ぎましょう。子供たち、私から離れないように。こんなはずじゃなかった。トゥー様、戦闘、ねえ、子供たちは、今日はだってみんなでピクニックに行くんだ。トゥー様、
どこだ？え、どこ？ここ？みんなは、子供たちは、どこ？私を見てください。セントはここにいますよ。子供たちはどこ？この化け物子供たちのはずがない。そうだよ。セントトゥー様、足跡の先にいる。攻撃は当たるのか。私が歌の力なんて持ってなければ。トゥースマンが悪いんじゃない。トゥース、目標確かに。ここは私が引き受けます。トゥー様は逃げて。助けて。
トゥー様、あなたの心が壊れたその先に共に行かせていただきます。その戦いが終わった後、歌姫の心は壊れてしまいました。闇の底に落ちていった心のかけらは二度と戻ることはありませんでした。これは愛し合う二人の物語、これは愚かな二人の物語、これは壊れてしまった二人の物語。